君はいつも僕の薬箱さ、どんな風に僕を癒してくれる。笑うそばからほらその笑顔、泣いたらやっぱりね涙するんだね。ありきたりな恋どうかしてるかな。君を守るため、そのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさ、そばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸、ライオンハート。いつかもし子供が生まれたら、世界で2番目に好きだと話そう。君もやがてきっと巡り合う。君のままに出会った僕のようにね。見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、変わらない朝は小さなその胸、エンジェルハーフ。見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、君を守るため、そのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさ、そばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸、ライオンハート。はい、こんばんは。今夜はね、スマップのライオンハートを歌いました。どうもね、2017年6月の28日水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんは。あ、どうも、ヘイさんどうもね、ラッツさんどうもね、今夜は早くてよかったね。あ、どうも、ひだるまさんどうもね、今夜はね、スマップのライオンハート。超早くてよかった。早めで、ね、早いとき、いつも通りね、仕事から帰宅次第だからさ、早いときはこんな時間もあります。じゃあもう一回、ライオンハート。今夜はライオンハート。君はいつも僕の薬箱さ、どんな風に僕を癒してくれる。笑うそばからほらその笑顔、泣いたらやっぱりね涙するんだね。ありきたりな恋どうかしてるかな。君を守るため、そのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさ、そばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸、ライオンハート。いつかもし子供が生まれたら、世界で2番目に好きだと話そう。君もやがてきっと巡り合う。君のままに出会った僕のようにね。見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、変わらない朝は小さなその胸、エンジェルハーフ。見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、君を守るため、そのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさ、そばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸、ライオンハート。はい、こんばんは。今夜はね、スマップのライオンハート歌いました。どうも、今日は早く、こんばんは。さて、今夜ガチュウジンさんどうもね、あ、キウイさんどうもありがとう。やっさん、あ、キウイさん、ありがとう、コメントね。だから、あれ、ほんと、相模屋って群馬県の本社だったんだね、僕、ほんと。キウイさんのコメントも、昨日も言ったしさ、コメントでも書きあったからさ、一応検索してみた、相模屋で。やっぱそう、僕の感覚、思い込みだったね。相模って言うからさ、勝手神奈川とか言ってたけどさ、群馬県でした。ありがとうね。
キュウリさん、大川さん、こんばんは。ビームさん、どうもね。見たよ。勘違いして、単純に。生揚げの新芽は見てたけどさ、他見てなかったね。ホームページの書いてあった、ほんと。ほとんど群馬が本社で。そうだった、相模はね。相模って勝手に思い込んでたからね。相模っていう、名称で勝手に、神奈川のあたりかと思ってたら来てたね。ありがとうね。ありがとう。どうもね。ありがとう、本当に。ありがとう。大川さん、どうもね。さて、今夜も行く。今夜はね、スマップのライオンハート歌いました。そうだ。それもあるのかもしれない。でも、豆腐屋本体は群馬ってなってたね。ホームページ見るとね。ほとんど群馬あたり、工場があって。あと、カナダだと神戸の正午の方に工場があるみたいなね。あと、ね。最近あれいいね、あれ。気に入ってんだ、あれ。相模原、ほんとうまいよね、あれね。あの生揚げはね、食感がね。値段も高そう、100円ぐらいだしね。いいね、あれね。さて、今夜のいいかな。今夜これ行こうと思う、今夜。ちょっと前、うちの近くのプラスマショップっていう量販店でね、結構これ、投げ売りで売れなかったのかな。69円でこんなの売ってたんで、これ。今夜、これはね、つまみに飲もうと思う、今夜これ。まあよく、国産豚初の味噌煮って言ってこのまま食えるってやつ。これ69円ってね。うちの町屋のプラザーショップでさ。多分これも売れなかったんだろうね。投げ売りしてた。でも投げ売りでもね、賞味期限まだ2019年だからさ。2019年だから。目かな？ね。大丈夫よ。だから今日はこれ。だから、結構5、6個まとめて買っといたんで、アウトドアの時の持ってって、つまみにいいかなと思って。試しに1個ちょっと食ってみる、これ。安いで、あれ、プラスマンショップで安売り、投げ売りしてたやつ。で、処分みたいで。ね、初の味噌煮、69円。これ、だから税込みでも70円ちょっとか。ね、70円だ。じゃあこれ、ね。来たんだ、反応がある、来たんだ。気づかなかった。煮込みは出んじゃないよ、これ。普通の味噌煮。今日は早かった。ホルモンさん、どうもね。反応がある、来ましたんだ。僕気づかなかった、ごめんね。ハスの煮込みレンジのつためか。今日はハスじゃないです。もうこのまま食います。今日ハスの味噌煮、このまま食います。じゃあちょっと、ちょっとこれお皿やと、お皿と、あとね、もう一品簡単なやつね、持ってくんで、お皿ね。今日の一品はね、これ。このね、今日はね、これ。刺身、この一つはこの袋にあった国産豚のハツの味噌煮。これと、刺身こんにゃく。どうも。今来てるんだ。まあ、平日はね、みんなの仕事だもんね。刺身こんにゃくで、刺身こんにゃく。普通の市販のね、市販の酢味噌でかけて。いいじゃん、でも、あそこなかなかね。直火は禁止だからね。そうね、清水のグリルちゃんみたいなああいうやつでね。酢味噌あえで。こんなもんでいいかな。酢味噌。酢味噌あえと、これと今日はね、刺身こんにゃくの酢味噌あえで、先ほどのこれ、いこうか。試しに食べてみる、どんなもんかな。
これで、まあ70円ぐらいだもんな。あ、70円でこんなもんならいいな。うん。あ、うまそうじゃん。味噌煮。税込み70円ちょいのもんだからね。まあそれでこんなもんだ、これで十分だ。じゃあ今日はこれをつまみに。初の味噌煮。うん、うん、ほんとだ、うまい。うん、うん、まあ、うん。それと、まあ、染み込んじゃう。酢味噌和え。じゃあこんな感じで。うん。今日はこれをつまみに行きたいと思います。今夜これね。じゃあ酒持ってこようか、酒。刺身こんにゃくと、これ。こんな感じで。ちょっと刺身、酒持ってこようか。酒持ってこようか。で、これはこの間、飯能行った時飲みきんなかったやつね、まだ。これ、貝の酒、辛口です、これです。これいきます。まあ、このまま冷蔵庫入って、冷酒になってます。今日はこんな感じ。刺身こんにゃくつまみながら。うん。で、コップ酒。うん。なんかどうも、これこんながどうも。どうもありがとう。やっぱ、刺身こんにゃく見ればか、ちょっとやっぱ柔らかいこんにゃくよりか、普通のこんにゃくより、やっぱ食べやすくなってる。うん、柔らかいです、少しね。まあ、これで、だってこれで、70円、税込み70円ちょっとだもん、これ。値段見ればわかるじゃん。70円ぐらいだもん、税込み70。そんなもんだから。で、6切れか。うん。値段が安いもんね。まあ、それを思えばこんだけでいいと思うよ。うん、これが6個ハード入って70円か。うん。値段が安いもん。こんばんは。松さんどうもね。今夜の練習で。今そうなんだ、あれ。は暗い方さ、外から見てるわけじゃん。今反応があるってことは、車の中かな。反応があるは車入れないからな、あそこ。学校場所と違ってね、駐車場に止めて歩いてこないとね。そうだ、そこ。反応があるは、そう。学校場所はすぐ横まで行けるけどさ、反応があるは、駐車場別にあるからね。河原まで入れないから。今、スティックでもやってますよ。スティックでも。うん。いつもの、そう。こんにちは。どうかわかんないね。カーブか。このつまみはね、これ、初の味噌煮ってやつ。うちの近くの店でこういうの買ってきた、こうやって。これ、ちょこっと入ったかと、6キロぐらい入って。69円、税込み70いくらが。安かったから買ってみたんだ、これ。ちょっとつまみいいね、これね。ちょっとしたつまみね。うん、大丈夫よ、うん。あのほら、河原はあそこ、ま、薪を売ってっか、あそこ便利なんだよね、あそこ。薪持ってこなくてもね、あそこで買えばその分楽なんだ。あるよ。車中泊か。平日でも普通いないよね。普通の土日じゃない、平日じゃ仕事だもんな、みんなな、うん。なかなかいいでしょ、あそこね。結構の街中でさ、ああいう河原があってね。うん、
これあと刺身こんにゃく酢味噌和えで、例なんかいないよ、大丈夫、例なんか。例なんかいないよ、そんなあげない、例なんか。例なんか存在しませんから、大丈夫よ。どうもね、ありがとう、あ、どうも、FM さん、どうも。そうやってるね、うん。今度仕事だ、土曜日はね。うん。仕事の時は行かないよ、うん。仕事の時ね、休みの時ね、うん。仕事の時は行かないからね。うん、立っちゃうね。あ、そう、下半身と一緒で自然と立っちゃうね。うん。で、まあ、ね、もっと北なんだ。もっとね、東武東上線の方行くとね、川澄ヶ原ってあるんだけど、あれはもっと駅から近いからね、川澄ヶ原の。もっと郊外だけどさ、あれは荒川の河原。川澄ヶ原っていうのよ。でも川崎側の最寄り駅あんま反応ほどね店はないけどさ、でも駅前にドラッグストアとあれ途中にセブンあるからね、あれもほんと近いよ、15分ぐらいある、もっと近いでしょ、反応側は2、30分でしょ、歩いて川崎側は10分、15分そんなもんできちゃうから、もっと近い、集中で2日じゃないんだよ、多少はある、多少はね、40キロだからね、早いの乗ればね。早いの乗ればね、今、早いのあるからね。あと、反応がのいいところはさ、西武線ってとこね、西武。安いからさ、あの、並行してる東上線の東武と比べるとさ、うん、随分安いもんね、西武線はね。それもいいところね、西武線はね。安いよ、西武線は、ね。500円だもん、あれ。ね、都心が40キロぐらいで500円でしょ、あれ、ね、あれ安くていいな。YouTuber、やっぱ、手軽ならいい。各種、基本各種。ね、第2、第4か。第2、第4が休みか。この間、第4だったですよね、この間ね。そうだね、この間。だから休みだったんだね。今度大吉だもんね。ね。好きかって。好きですよ。だから日帰りの時はね、あれ一日とか日帰りで登山行ったりね、やって。なんかソロストーブみたいなちっちゃいやつ持って。で、あれ、この間の、清水のグリルちゃんとかはやっぱりキャンプの時ね、あれ燃料食うからさ。でも今度でも、まあ、炭でもやってみようかな、日帰りの時。炭起こしで、火起こし名人で炭起こして、それでやってもいいかもしれないね、清水のグリルちゃんで。毎日やってる、仕事から帰宅次第で、ね、やってるよ。あ、お互い、あ、ベンベンさん、お互いお疲れ様。仕事はダメだ、仕事あってのもんだからさ。2杯目行こう、2杯目。この間、反応ガーラ行った時に残ったやつ持って、ね、買ったね、持って。これ。仕事あってのもんだもん、サボりはないよな、うん、これ結構値段な、うん、あれ安くか70円ぐらいだからさ、5、6個まとめて買っといたんだ、あれアウトドアの時に持ってってもいいかなと思ってた、そのまま食えれば、うん、うん、今度持ってこい、キャンプと時ね、うん、うまい、はい、ハツの味噌煮か食べ終わりました、あと刺身こんにゃく、うん、どうかな、それだけ
基本そうでしょ。うん、仕事あってのも当たり前だ。仕事あってのもんだよ。うん、ニートとか生活保護の人って信じられない僕にはさ、ね。まあ生活保護がいいと思って、ニートね。で生活保護は僕あっていいと思うよ。今、生活保護の審査をちゃんとやってほしいだけでしょ、あれ。ちゃんと収入があるのにさ、あれもらってる人がいる。あれが問題で、生活保護あっていいと思う僕はあれ。今のままでいいと思うよ。学区とかも見直す必要ないと思う。問題なのはあれ。変ね。ね、よくニュースにもないんじゃあれ。お金が入ってんのにさ、生活保護もらってんの。ああいうやつ。ああいうのをちゃんとやってほしいよね。どうかな、もう。万が一のために生活保護あっていいんだ、あれ。お金はちゃんとあるのにさ、生活保護もらってるとか、ああいうのちゃんとさ、ないようにしてほしい、僕は。生活保護あっていいと思う、僕は。絶対あれは必要よ。ちゃんとしっかりさ、審査してさ、ね。変な人ね。収入あるやつにはさ、ちゃんと入んな、出ないようにさ、その辺だよね。そうそう思う。生活保護絶対あっていいと思う。あれほんと素晴らしい制度。だから問題なのはさ、収入があるのにさ、もらってるやつがいるんだ。あれダメだよね。ね、ちゃんとあの辺ちゃんとあって。年金もそうだ、あれね。もう、母親とか父親死んでるのにさ、届け出ないでさ、遺族がもらい続けてんの。あれもちゃんとしてほしいよね、年金ね。いい加減、本当にあの辺いい加減だよな、こう、ねえ、やってる子。ちょっと待ったよね、あれね。親が死んでんのにさ、届け出ないでさ、もらい続けてんの、あれ。頭良くないのね。あの辺ちゃんとやってほしいよ、ほんと。そう思わないよ、あれ、ほんとね。足立区で始まったんだっけ、あれ。もう死んだ親をさ、もう届け出ねえでずっと人がもらい続けて、あれほんと、ああいうことがあるとムカつくんだよね、俺。なんて話すんだろうね。あれほんと。年金だったっていいんだよ、でもさ、ちゃんとあの辺ちゃんとやってほしいよ、ほんと。ね。大変なんだろうけどさ、ちゃんと調査してさ、ね。ある程度、ね、ある程度、一軒一軒回ってさ、本当に在宅なのかどうかさ。ね。一番さ、足立区で始まったの見つかったんだよね、あれね。そういうのがね。その後全国にいくつかニュースになったよね、一時ね。親が死んでんのにさ、届け出ないでいつかもらい続けてるってやつ。あれしでいいよ、本当。うん、支給はされると思うよ。ほんと頭にくるああいうのね。親が死んでんのに。信じられないよね、ほんとね。届け出ねえでさ。そりゃそうだ。どっか業者さん頼んだらバレちゃうからね。自分の庭で処理しないとね。うん。ひでえよな、ほんと。うん、大抵ではある、そこそこあるよね。うん。でも今月はあれだ、今年はあれだ、2年おきでしょ、僕。大体2年おきでしょ、部屋の更新って、アパートだって。今日更新年、8月だからさ、僕、引っ越してきたの。更新だからさ、十数万ちょっと、11万かな。ちょっとお金かかるからさ、それ使っちゃう。2年おきの更新の年だから、今年は。だからそれにちょっと使わないとね。まあ、その辺は限ってる分際だ。大体2年おきだよね、部屋って。更新で11万ちょっと、12万ほどか、それ使うからね。家賃は6万抽選だね。うん、いろいろ込みで更新月に12、3万かな払うわけよね。だ、公的機関がさ、うさんだからそうなっちゃうんだ。ちゃんとやんねえからさ、ね、収入あるやつなのに、あれを直してほしい。だから、生活保護はあっていいんだけどさ、支給をちゃんとしてやってほしいよね。ちゃんと、本当に働けない人なのかどうか、その辺をね、本当にやってほしい。本当に仕事がなくて働けないのか、仕事があって収入があるのにさ、支給なんてことないようにしてほしいよね。だから生活保護自体あっていいんだ、僕はそう思う。あっていいんだけど、あれ、支給をちゃんと管理してほしいよね、支給するのね。あれほんと素晴らしい制度、いい制度だと思うんだろうか。
生活保護ってさ、生きていくために。手当てでちょこっとあるの見るとね、明細見るとちょこっとある。まあわずかで多少あるね。多少あるね。まあ、巻き込むのがその辺ちゃんとやってんだ、しっかりとね、大きいとこ来ちゃってさ、ごまかし効かないからさ、人数少ないから。それ大事に前やすい。今度でも場所の脇にはいると思うんだ、あれ株スイーツがあるけど、6万9千だもん。歩いて数分のところにさ、営団と京成があってさ、とても取っててさね、で 1DK、 この部屋ともうこの同じぐらいの台所スペースがあって、トイレ風呂があって、69,000。まあ駅からの距離考えればいいと思うよ。同じでなんか巻き屋のおたけ橋道義堂あんじゃん、知ってる人わかると思うけど、あれあるよね、あそこ下がファミリーマートが並んだ、あの上のワンルームマンションは同じ値段でワンルームだからね。あれと比べればこっちの方がいいよな。あ、ほんと町屋、ワンルームは一応この部屋かけた時見たんだけど、ワンルームは本当にここを同じ値段にしてはこっちの方がいいかなと思って。ワンルームは台所がさ、廊下みたいなとこだもんね、あれ狭苦しいからさ。こっちは一応部屋6畳ぐらいの広さだから、台所部分で。だからこっちの方が同じでなんなら。でも仕当たり悪いけどね。仕当たりは悪いね。住宅街だから。アパート3分とか、普通にゆっくり歩いて5分ぐらい、普通に歩いて3分、急げば1、2分か、結構歩きがいいよ、だって町の2丁目だもん、すぐだもん。5分あれば行けます、駅まで、5分。普通に5分あれば。地下鉄の方がもちろん早いよ、手前だから。京成でも、京成ではちょっとあればもう京成だしね。今夜刺身こんにゃく、酢味噌あえです、市販の酢味噌で。刺身県に酢味噌こんにゃく。どうも、のんちゃん、どうもね、のんのさん。わかった？かつらゆきさんか、わかったかな。刺身こんにゃくでコップだけ冷酒にしてます。何度も言いますが、生活保護はなくさなくていいんだよ。今のままでいいの、あれ自体は。あれを支給する家庭内問題は、あれ。ね。ちゃんとした人に支給してほしいよね。あれはなくさないよ、生活保護は。万が一と自分のことも考えてさ、万が一働けなくなった時、あれあると本当にいいでしょ。でもさ、仕事もあって働ける人なのにさ、収入があるのにも今はもらってるのもいいですから、あの辺をちゃんとしてほしいよね。5分もかかんないけど、まあ5分以内ね、そう。だから買ったよ、ここ。1DK だからね、1DK っていうのもいいよね。台所と部屋が一応部屋に分かれてるとこね。ワンルームはなんかくっついてる感じの台所がね、部屋に。その差ね、1DK とワンルーム似てるけどね。1DK は一応6畳だったらさ、ね、また別の6畳ぐらいのそのスペースがあるわけ、台所で。大変だろうが、あとさ、もちろん年金意識もそうだ、あれ。老人なんかさ、死んでる可能性あんだから、あの辺、こまめに回ってほしいよね、大変なんだろうけどさ。ね、親が死んでるのに支給してたら、即刻そんなんも取りやめてほしいよ、あれ。
ねえ、あれ。本当思うよ、あれ。年金してんの。親が死んでんのにさ、遺族がさ、もらい続けてんのね。あれもちゃんと、大変なんだろうけどさ、一軒一軒回ってほしいよ、本当。お隣はいない、僕。ちっちゃいアパート、2階建ての、本当コープ富士って言って、本当2階建てのアパートなんで、で、僕は1階で上がそんな感じだからね。あさらないよ、そんなこと。僕はもともとこの辺ですよ。わざわざあさらないよ、僕はそんなのね。大川さん大丈夫よ、別に。家に来なくてもいいよ。一人暮らしで汚い部屋だからさ。わざわざ来なくても来ない方がいいと思うよ。汚い。ゴキブリがいるような汚い部屋だからさ。大丈夫よ。無理して来ない方がいいよ。来るんだったらアウトドアやってる場所に来た方がいいよ。僕がキャンプしてると場所とか。よかったら二人で山登りません？山。じゃあ最後の一杯行こうか。最後の一杯。最後の一杯。一杯飲んでもまだこれもパックまだあるね。まだ大丈夫だ。反応があると買ったんだけどな、一万のスーパーで。でも、ジュスケさんがお酒持ってきてくれたんで、飲みきれなかったんで、今まだ飲んでます。あ、乾杯。遊びに行くほどの部屋じゃないからさ。まだ宿題で職場変わんないもん。今の職場、ここに来たのはさ、ここに来たのは、職場が近いから来たんだもん、ここ。引っ越さないよ。セブンイレブンありますよ、セブンイレブン。歩いて1分足らず、ほんとすぐ近く。急げば数十秒で セブンがあります。あと今さ、京成の売店もコンビニだったからね、ファミリーマートだから。町田の駅の改札の外のファミリーマート、あれ24時間空いてるし、ファミリーマートも近くにありますいっぱい。NPM も変わったからさ、ファミリーマートも近くにありますよ。そう、うちの近くはそう、コンビニはセブンとファミリーマート。サンクスはそのうち変わるんだろうな、あれ。ミニストップはちょっと遠い、向こうが。ローソンは全然ない、この辺。ローソンは、JR の西日暮里の行く途中にあるかもしれないかな。ないね、ローソン。ローソンがないんだ、この辺は。町田はローソンがない。ローソンストアはあるけど、ローソンはないんだ。ローソンがないんだ、町田は。ね、ローソンはありません。ローソンストアはもういっぱいあるけどさ、ローソン。でもまたローソンストアと品揃え違うからね。レジ横とかさ。普通は当たり前だよ、おしぼり。生きてる証拠でしょ。人間が生きてればさ、その生活の中の、ね、細々寄ってくんだもん。生きてる証拠でしょ。そうでしょ。おしぼりが来るのはさ、しょうがないよね、それはね。当たり前だよ。生活してればおしぼりが来るのは当たり前。多分死ねばさ、おしぼりの代わりに、おしぼりが来るとさ、ウリとかが湧くんだろうな、きっと。ね。そう、ジュースケさんが来ちゃったからさ、重たいこんな2リットルパックをさ、持って帰ってきたんだよ、あれ。ジュースケさんが持ってきたのも一緒にさ、その他にさ、少々ハイボールとかの缶ものくれたからさ、飲みきんなかったんだよ。来なければさ、飲みきれたから軽く帰れたのにさ、って感じで。アロマか、そうか。置いてきたの来てくれるの嬉しいけどさ、最後さ、置いてくんだもん、こうやってさ。あれめんどくさいよな、ほんと。またこれしょって、重たかった帰り、日曜日。英語昼も帰るとき。この2リットルパック2本入れてさ。
まあしょうがないけどさ、女は住んでないよ。僕一人です。一人で借りてます。そうそう、ローソンないんだ、うちは。ローソン行くとやっぱ一番近いローソンはね、町屋隣の小久橋通りの熊の前行けば、熊の前にはローソンある。熊の前のとこ行けば30分ぐらい歩けば で、30分まで歩くまでにコンビニは何軒もあるからね。熊の前にはローソンあるわ。熊の前の方。知ってる？熊の前。小久橋通りの方ね。あっちにはローソンあるんだ。こっちはほんとないですね。だから、そういう、しょうがないか。でもローソンはあれがいいよね、ローソンって。280円ぐらいのあれ、あるよね、あれ。もつ鍋、安いの。あれ、ローソンしか売ってねえんだもん。ローソンしか売ってねえんだもんな、あれ。なんだっけ、あれいいよな、あれ。あと、レギ横のさ、げんこつコロッケとかさ、ああいうやつね。まあ、ローソンしか売ってないからね。あ、そうなの売ってるんだ。無印なんかないもんな、うち。アロマってハーブのこと、ハーブね。分かった、アロマってハーブよ、ハーブ。やってるね、アロマ。アロマ、ハーブのこと、ハーブ。アロマって、ハーブ。あれいいよね、ローソンしかないんだ、あれ。あれ、ネコロ、ながらホルモンだ、あれ。ほんと、あれ280円。税込みでもまあ300円弱ほどか。あれいいよね、ほんとね。でも、ローソンしか売ってないんだもん、あれ。あれいいよ、あれ。でも、もつ中心だからさ、あれにさ、まあ、豆腐とかさ、キャベツとかさ、ちょこっと足してさ、煮てもね。でもうちの前ローソンないからさ、だから青空の時しか行かない。晴海ふ頭公園行く途中にはローソンあるんで、そこで買ったりさ、そうやって。ながらホルモンね。ローソンしか売ってねえんだもんな、あれ。他のコンビニはさ、冷凍コーナーの、もうちょっといろんな具材が入って高めのやつなんだよね。いろんな具材が入って。でも、ながらホルモンはさ、ほんとホルモン中心だからね、あれ。だからね、値段も安いんだろうけどさ。だから、あれいいよね、ほんとね。ほんと、他のコンビニはさ、いろんな野菜もいろいろ入った、ちょっと高めのもあるけどさ、ね。あれいいよ、ほんと。あれもながらホルモン最高だけど、ローソンでしか買えないんだよな、ほんと。でも、うちはローソンがないから、町屋近辺。だから、アウトドアで行った時ね、晴海ふ頭公園とかさ、あれ行く途中にはローソンあるんで、そういう時にね。だから、ソロストーブの一番最初使う時は、晴海ふ頭で、ね、やったでしょ、あれ。晴海ふ頭公園行く途中にローソンあるから、それで買ったんだ、あれ。うちじゃ巻きでじゃ買えねえから、ローソンないから。あれ、ほんと嬉しいよな。ほんとうちは、セブンはほんといっぱいあるよ、セブンは。100メートル、200メートルか、そんなんで1軒ぐらいあるから。うち買え、セブン。で、ここ近年は、ファミリーマートも増えたね、あれ。AMPM が変わったからね。ファミリーマートとセブンイレブンはいっぱいあるんだ、この辺は。ローソンはほんと少ない。ローソンストアはあるんだけど。でも、ローソンストアって、ああいった、売ってねえから。あ、今日はほんと、刺身こんにゃく、今夜、刺身こんにゃくで、刺身こんにゃく。刺身こんにゃく、もう少ない。どうも、スマイルさん、どうも、刺身こんにゃく。焼き豚とチャーシューの違いはね、言葉が違うんですね。言い方が。アロマは試さないと思う。ごめんね。めんどくさいから。
炭さえです。じゃあこれ市販のついてた炭とね。うん、うまい。夏場の蒸し暑い時はこういったいいね、刺身こんにゃくはさっぱりしてね。当てってことは、やっぱスマールさんは関西かな？ね。関西系の人は当てってるんだよね、関西系はね。うん。西日本の人は。あ、ポチさんどうも。今夜もコップ酒飲んでます。あ、キマさんどうもね、こんにちは。今夜はね、もう食べ終わったけど、この、ね、食べ終わった、今夜はね、これ、もう食べ終わったけど、こういったやつ、初の味噌煮。これ安かったか、見ての通り、これで69円ね。税込みでも70いくらか。これと、あと刺身こんにゃく。これと刺身こんにゃく。あとわずか。刺身こんにゃくでコップだけ。あ、九州か。ね、やっぱり西日本。九州だったら、あれ、有名なもんって言ったら、高田の煮物だね。あ、刺身こんにゃくも食べ終わった。今日も、これも100、今日も安上がりのもんだった。もう刺身こんにゃくあれで100円ぐらい、100円弱だったかでしょ ?100 円足らず。あれも、初の味噌煮も100円しないし。今日も激安だった。いい感じだ。今日こんな感じでコップだけ。いつものようにさりげなく。おやつはないよ。おやつは別にないよ。おやつはありません。やっぱキウイさん女の子だからな。ね。うん。かわいいもんね、キウイさんは。結構かわいいんだよ、キウイさん。この間見たけど、おおかわいい女の子だよ。うん。ありがとうね、キウイさん。かわいいね、ほんとね。ああ、まずかった。言わない方がいいか。結構かわいい子なんだよ、キウイさんは。うん。かわいい女の子。九州、僕、本州しかないんで。本州で一番遠く、兵庫県。兵庫県より西はないんだ。兵庫県より西は。兵庫県より西はないんですよ。で、岡山とか、広島、僕の行ったことないより。一番西は兵庫県ですし。姫路とかあるってとこで、兵庫県。わかったかな？だから九州は、だから絶対聞いたことないよ、当然ね。一番西が兵庫県なんで。なる、大なるよ。飲んでっから。うん、大丈夫よ。うん。お友達はいると思うよ、あれ。うん。あると嬉しいよね。うん、九州行ってみたいけどね。うん。四国も行ってみよう、四国。四国のあの、香川ってうどんが有名なんだもんね、あれね。あ、ちょっと言って、僕、うどん好きだからさ、一回香川の方も行ってみたいな、あれ。ほんと行ってみたい、四国の香川は。あれ、九州よりも僕、四国の方が行ってみたいのは、そのため僕、うどんが好きだから、うどん好きなんでね。地元の本、有名な讃岐うどんを食ってみたいな。長さ、もう全然長さしか、九州はどこもないからわかんないもん。全然わかんない九州。タカさんの動画とか配信でしか知らないじゃん。まあ、小さい人間だ僕は。今45歳だけど、本州出たことないんで。あ、ダイさん読んでるよ。書き込みありがとうね。
北海道はありません。行ったことないです。一番北はね、松島だが仙台、宮城県ですね。松島のとこだな、松島。松島より北もない。松島。宮城県の海っぷりの松島海岸。あそこより上はないです、北は。そうだね。予算がないから、そういろいろ行けないよ。だから本州でも、この本州でも行ったことないとこいっぱいあるんだ、本州だって。いっぱいあるんで。わざわざバカみたいにさ、世界とかさ、国内とか言わない僕は。まずは本州です、本州。四国とか九州、北海道行く前に本州で行ったことないいっぱいあるの。例えば、房総半島の先端も細かいとこ行ったことないからな。あの辺も行ってみたいな。千葉県だけどさ、房総半島の細かいところ行ったことないもんな。今度はその辺行ってみたいな、房総半島。だいたい人間が電車徒歩だったらさ、そんな遠くには行けないよ、ほんと。無理して本州出る必要ない。僕はそう思うよ。本州内でも面白いとこいっぱいあるもん、この本州でも。今度行きたいね。だからそういうとこ行ってあんま行かないから、房総。房総でもあんま僕電車が通るとこじゃないからな。だから房総でもさ、電車の通るところ電車で行って、そこから歩いて、テント泊で、それもいいかもしれない。それも考え、やってみたいんだ、あれ。ソープランド制覇しないよ、僕は。僕脳内で国生さゆりちゃんをさ、ゼロにしてます、僕は。僕の頭の中では国生さゆりちゃんをね、ゼロにしてる、楽しんでますんで。ソープランド全国制覇はしなくていいや。今日はこの辺でおしまい。ゲップを笑ってまいります。そうなんだ。そうなんだ。それは五香とかあれは北西部だよね。じゃあこの辺で終わるね。ありがとうね。大川さん。ね、倉石方さんね。九尾さんどうもね。大さんありがとうね。のんのちゃんどうもね。今日はこの辺で終わります。おやすみなさい。私と。そう、よし、飲んでからね。じゃあ今日はこの辺で。終わるね。おやすみね。おやすみ。終わります。いいかな？今夜この辺で終わるよ、ほんと。おやすみなさい。秋山さん、ありがとう。おやすみ。お母さん、おやすみ。ダメだよ、言ってもまた明日。じゃあ、終わります。また明日も仕事から帰宅しないね。ではまたね。